はい、皆さんこんにちは。坂木敦史でございます。もうすぐ5時ですね。9月8日の金曜日でございます。今日も昼寝をしましてですね、気持ちよかった。今日はね、暑くないからいいですね。この部屋今何もせずに、25度です。はい、台風なんか上陸してないみたいですね。このまま行ってくるから、雨はまだ降ってる感じですね。はい、行きましょう。 JB プレスですね。今日出ました記事ですね。福島香織先生ですね。中国のですね、なぜかえぐい記事をですね、えぐい実情で、探ってきてガスッと書くという、そのすごいですね、この方ね。この方と近藤大輔とですね、関平ですか、あたりがですね、うわっとこう突っ込んで書いていきますね。皆さん素晴らしい先生ですね、ほんまに。引きこもりの習近平、お友達プーチンがいないから自分もインド G20 欠席クエスチョン。中国国家主席が出席しない異常事態、外交に注力できない4つの深いわけということでですね、長い記事なんですけど、骨子は3つございまして、中国の習近平国家主席が9月9日から10日にインド首都デリーで開かれる G20 に欠席すると。このところ引きこもりがちだが、プーチン大統領というお友達が欠席するから自分も出たくないという子供じめた理由まで噂されていると。理由はともかく外交に安心して取り組めないほど内政リスクが高まっている状況を映し出しているということでですね、G20 というのは2008年のリーマンショックを機にですね、ちょっとG7 だけでは足りひんし、みんな集まってくれやって言って始まったんですね。で、中国は一貫して出席をしていたわけですね。今回初めて欠席です。で、出席してですね、自分たちのプレゼンスを高めようとしていたわけですね。なのになんで今回出えへんのということですね。でですね、いろんな見方があるんですけどもですね、一つ目はですね、プーチンがいないからと。プーチン、インドで出席したら逮捕されるかもしれませんからね。もう当然出てこないでしょう。どうしたら俺も行かへんということになってるんちゃうかと。で、お友達が一人もいないんですね。習近平、当たり前ですけど、世界であれだけ嫌われまくるようなことをやりまくって、先日もですね、変な地図発表したりしてですね、味方が一人もいないわけです。しゃあない、自業自得やんと。で、唯一の味方がプーチンなんですけど、いないやんということで、いかへんねんっていう説がありますよと。で、国内事情もぐちゃぐちゃしてるということですね。で、他にですね、主催国がインドであると。で、インドというのはですね、中国とは経営の中なんですよ、本当はね。経営の中でですね、モディっていう首相はですね、天敵なわけですよ、プーチンにとっては。そいつがね、こう熱くもてなしてくれるわけないやんというのがありますね。で、プーチンちゃうわ、習近平が行くんやったらね、最上級の待遇で迎えろって要求したらしいですよ。で、インドが嫌やって言ったらしい。じゃあ行かへんねんっていう話ですね。というのがですね、その、もう一つ目の理由かなと。二つ目はですね、習近平自身ね、なんか健康問題があるとか、いうふうなことを言われてるそうで、脳動脈瘤という噂ですね。この前、ヨハネスブルグに行った時にですね、飛行機のタラップをヨタヨタと降りてきてましたよね。あれはですね、その、なんて言いますか、健康にこうあれがあるからやと。で、ご婦人、綺麗なご婦人がご一緒してなかったでしょう。あれは最近夫婦喧嘩したらしいでしょ。怒鳴り散らしてですね。で、ですね、そうそう。で、今ですね、その、あれがいないと、外交を仕切る、なんていうか、振り付け役がいないということもあるんではないかと。
いうことも言われていますね。新元ですね、がですね、という外務大臣がこの前、行方不明のまま解任されましたね。今どこにいらっしゃるか分かりませんけども、彼なんかがですね、アメリカとの橋渡し役やったのがですね、いなくなって、で、ワンイーというのが兼ねてるんですけども、ずっと外務大臣やってるんですけど、こいつはですね、日本語とかペラペラなんですけど、英語方面は苦手なんですね。だから日本をですね、日本に対してガミガミ言うのは得意なんですけど、アメリカとはあんまりうまくいってないからですね、振り付け役はいなくなったということもですね、一つの理由ちゃうんかというあれですね。それでその国内がうまくいっていないからね、この前北戴河会議でいじめられたでしょ、いじめられたというか長老に文句言われたでしょ、それもなんかこう腹立ってですね、側近を怒鳴りつけて怒鳴り回したらですね、みんなですね逃げてしまったと。だから習近平もですね、お前らが何もせえんやったら俺も何もせえんわっつって、例の今の中国の若者得意な寝そべりに入ったんちゃうかと、ほんまかなと思いますけど、というのをささやかれているということでございました。はい、やっぱりね、有能な人たちがね、みんなね、こうバサッと首切ったらしいんですね。ね、だからそれが大きいんちゃうかということもありますね。で、あとはですね、こう G20 自体のですね、こうまあ存在を貶めようというのもあるんちゃうかとは書いてあるんですけど、それはあんまり説得力ないですね。今更ね、そのブリックスの方は G20 よりですね、こう意味があるみたいなこと、ちょっと無理があるんちゃうかなという感じですね。はい、新郷さん、新ガーやんだな、なんかそんなあれですね。あれが結構痛いですね、新郷外相がいなくなったというのは。彼は中米大使を経験してるんで、まあアメリカ関係に強いわけですね。で、今回行ったらですね、バイデンとサシの会談をしなあかんでしょう。で、習近平って金々申し上げてる通りで、飲みの心臓なんですよ。は見えて。ものすごく肝っ玉が小さい、ね。だからですね、自分が今ですね、満身創痍になって、精神的にも肉体的にもですね、万全ではないと。そういう時にですね、バイデンと差しでですね、こう会談をするしてですね、おかしなことをところを見せたり言ったりしたりすると、これはまずいでしょう。だから行かないんちゃうかな。まあ要は逃げたんですね。逃げた。いやもうね、まあ逃げるのも手ですけどもですね、中国のトップですから、そういうなんか弱いところを見せるとね、国内的にもね立場が下がるんです実は。中国の場合、外交っていうのは内政のためにあるんですね。まあ、自分の国内的に自分の立場を強めるためにあるわけなんですね、中国の外交というのは。だから外交のための外交ではなくて、内政のための外交なんですね。だからこうやった方が国内で受けがいいとかですね、国内のこの勢力を黙らせることができるとか、そういうモチベーションがあって中国の外交ってあるんですね。で、日本をやたら叩くのはそこなんですね。日本と仲良くしてるとうるさい連中がいるんですよ、中国国内に。で、そいつらを黙らせるために日本に対して強硬姿勢を見せるんですね。そうするとそいつらはまあなってなるわけですよ。だからですね、あんまり仲良くはできない、日本とはね。それがあるんで、まあそれをね、日本人は誤解してるんですよ。うまくなだめすかしたらね、彼らと仲良くできるんやって、できえへんって。未来永劫できません。中国共産党が支配している限りそういう関係にありますのでできないでしょうね。だから親中派なんか作ってもね、所詮は無駄なんですよ。本人たちはそう気になって気になってますけど、政治が変わればね、彼らの窓口は一気にですね、失脚する可能性が高いですね。向こうの親日派とか知日派ってそれゆえに失脚する可能性が高いんですよ。昔の雇用法なんかそうでしたね。やけに日本に優しくなりすぎたんで、それで失脚しました。
まあだから中国外交ね、もうね、アメリカに対して甘い顔を見せるとですね、国内でまたそれが叩かれるわけよ、ネタに。だから常に外交をですね、戦狼的な外交をしないといけないんですけども、それをやってるとですね、みんなに嫌われて、世界のみんなに嫌われてですね、でそれが巡り巡って経済 に影響してくるというのが今なんですね。まあだから習近平さんね、まあ、世界中で孤立してますけど、そんなんはまあ別に彼にとってはそんなに大していたのではなくて、それよりも国内的にですね、まあ失敗してますから、いろいろコロナも失敗しました、あれですね、治水も失敗しました、で、これからどうなんねと、経済も飽きませんと、これからどうなんねの方が大事ですね、彼にとってはね。まあだから今さら G20 言ってる場合ちゃうんやということかもしれませんけれども、彼の立場が徐々に苦しくなっていってですね、そのうちですね、おかしくなるんちゃうかというのが見えてます。まあできるだけ元気で頑張っていただきたいですね、私はね。彼が元気で頑張ることによって中国はですね、間違った政策をどんどん取っていくということになるんですね。どんどんですね、衰退の道を歩むということなんで、こんなんでこだわったらあかんわ、また頑張るな習さんというお話でございました。この JP プレスのですね、1ページ目を貼っておきますので、ご参考になさってください。いい記事ですよ。はい、皆さんどうもありがとうございました。